この桜並木通りも好きなんですよね。綺麗だ。じゃあまた本格的に歩きます。階段のところに白の散歩の時休憩してたんですよ。でこっち側の方にも階段はあります。下の方に寄れられるようになってるんですけど、今の時期ダニやの実がいるからなるべくそっちの道を使わないようにします。疲れてきた。ワンコのお散歩してるのもいる。よく白の散歩のコースだったんですよ。昨日も今日も通ってる道が。ちょっと曇ってますね。夕方から雨が降るって天気予報で言ってました。もうこの辺も終わりだね。だいぶもうボロボロになってきちゃったね。さっきまで歩いてたところが向こう側の方ですね。カモンが見えないですね。
なんだろうこれ、綺麗、なんか可愛いね。ちっちゃい花もある。見えるかなこれ。ちっちゃい虫なんかも結構いるね。花見のステージですね。隣に立派な桜の木があって、ここにも赤い花柱がありますね。こちらは中橋です。こちらが北側の方の橋、やわら橋ですね。だいぶもう日が昇ってきましたね。現在の時間は、7時12分ですね。現在は27分歩いてますね。見えるかな？とりあえず今2キロ到達しましたね。残りで帰ろう。これで立ってもらうと何が身につくんで、花の花って綺麗だよね。こっち道を歩いてると未だに行くの足音っていうか、次の葉っぱちょっと止まることが。白の存在はでかかったな。